はどこに行くんですか？次は、ちょっとタトゥーを入れに行こうかなと思ってて、練習終わりにタトゥーを入れに行くと。でも入れたい柄みたいなのも決まってるんですか？もう決まってます。一応それもデザイン変えてもらってるんで、向こう行ってからのお楽しみですね。どんぐらいがいいですかね。これぐらい、これそんぐらいですよね。僕が今日タトゥーを彫ってもらうアーティストのアキくんですね。なんかオニヤンマが一番肉食なんでしょう、トンボの中で。その前大志くんに聞いて、それ聞いた瞬間も絶対オニヤンマにしようと思いましたもんで。